皆さんどうもこんにちは、山竹です。栄冠ナインクロスロードリセマラやっていきたいと思います。本日ですね、この栄冠ナインクロスロードリリースされたんですけど、まあやっぱりね、最初は PSR を狙っていきたいということで、まあ、リセマラのやり方を今回はね紹介していこうかなと思いますんで、よろしくお願いいたします。今回ですね、僕すでにガチャが終わってる状態なんですけど、なかなかねいい選手が出ませんでしたので、リセットしていきたいと思います。はい、まずねこの右上のここですね、ここの部分にあるこの3本の横線をタップします。はい、ここを押した後にタイトルへ戻りましょう。はい、で、タイトルに戻りました。で、これね、今回データ消すの非常に簡単です。この右上のまたこの3本線のところですね、こちらを触っていきましょう。はい、ごめんなさい、触れなかったです。こちら触っていきましょう。はい、そうするとですね、なんとユーザーデータリセットというボタンございますので、こちらをタップしていきましょう。はい、で、端末に保存されているユーザーデータをリセットします。事前にデータ連携しておくとゲームを復旧することができますということで書いてあるので、逆に言うとですね、裏を返せば事前にデータ連携をしてはいけません。なので、しっかりとですね、データ連携はせずに最初リセマラやるときはリセットしていきましょうということで、ここはリセットします。はい、パワーダイヤは全て消失します。 OK です。もうね、最初に課金しちゃったらね、それもリセットになってしまうので、ここはですね、とりあえずリセットして進めていきましょう。はい、でリセットするとこのようにユーザーデータリセット完了という画面が出てきます。この後にですね、このユーザーデータリセットしました、一度アプリを終了して再起動してくださいというふうに出ますので、アプリを一回ですね落とします。はい、僕は iPhone なので、こうですね、こんな感じでアプリを落として再起動していきます。はい、ということで、リセットして再度画面を開きますと、このように利用規約が出てきます。はい、しっかり読んでからね同意するしましょう。僕はもう2回目なんで、この辺読んでいるので、同意するをして始めていきたいと思います。はい、ということで進めていくと、このようにですね、堀江由衣さんの素敵な声がこのように聞こえてくるんですよね。はい、この辺はもう飛ばしちゃって大丈夫です。はい、自分の名前はね、しっかりと決めていきましょう。僕で言うと山竹プロという名前で、監督名を設定していきます。はい、同意して進めていきましょう。でね、このように通信中にエラーが発生しましたという画面が表示されることがあります。これね、タイトルに戻らずに基本的には再接続を押していきましょう。はい、ということで、素敵な名前ですねと言っていただいてから進めていって、ここはもう閉じるで大丈夫です。で、この後ね、チュートリアルやるかどうか聞かれるんですけど、スキップしちゃって大丈夫です。はい、これをスキップすると、この後にですね、ガチャを引く画面が出てきます。はい、ということでね、チュートリアルスキップするとこんな感じで、新入生の皆さんから入部届がたくさん来てますという感じになりますので、この後ガチャを引く画面に行きます。はい、今の画面終わると、このようにですね、特待生スカウトの画面がいきなり開かれます。で、最初10連スカウトがこの右下のボタンですね、こちらですね、ここ無料でできますので、ここを押していきましょう。ほい、さあスカウト、これね、1回目は無料でできますんで、やっていきましょう。ほい、はい、まあちょっとね、今最初ということで、やはり通信中にエラーが発生しましたが多く出るので、その際は再接続していきましょう。はい、ということで、お、今回は金が1枚出そうですね。 SR ですね、 SR は確定してそう。さあ、こんな感じでリセマラしていけますと。ほい、ここでまずお目当ての選手を引ければいいです。ただこの最初の10回目で引けなくても、この後ですね、もう10連ガチャ引くことができるので、そちらもやり方をこの後説明していこうかなと思います。さあ、ということで、今回はですね、あゆみさんを引くことができました。はい、とこんな感じで、まず1回目の10連ガチャを引くことができます。はい、ということで、先ほどの10連ガチャが終わりましたら、このようにですね、ログインボーナスの画面に行きます。この辺はね、今回あんまり関係ないので、まあ、適当に進めていっちゃいましょう。はい、そしてですね、これ大切なことです。皆さん、これよく見てください。データ登録を行っておくと、連携したアカウント情報でログインすることで、データ復旧してプレイすることができますという感じで、コナミ ID との連携をおすすめしてくる画面がございます。これはですね、後で登録することもできますし、リセマラをやる上ではですね、登録してはいけません。なので、ここは今はしないですね。こっち側の今はしないを絶対に選ぶようにしましょう。はい。はい。で、ここから先は、このチャレンジのところを進めるように、言ってきますので、こちらを進めていきたいと思います。はい、先ほどのチャレンジの画面進みますと、このような画面に来ます。はい、
この画面ではですね、この矢印で進められたここですね、スタートアップチャレンジを押していきます。これを押して報酬一括受け取りをする、もうこれだけで大丈夫です。はい、またちょっと接続中になっちゃったんですが、一括受け取りしていきましょう。はい、そしてですね、このページに戻ってきます。このページに戻ってきたらですね、次2回目のガチャが現在引けるんですけど、2回の10連ですね、この宝箱のとこですね、こちらを押していきましょう。これを押すとですね、再接続になってしまいましたね。はい、こちらはまた根気よく再接続していきましょう。そうするとこちらですね、プレゼントボックス開きます。ここで一番上ですね、パワーダイヤ1500個が今もらえるので、一括受け取りで受け取っていきましょう。はい、ということでね、受け取りが完了しました。これでね、パワーダイヤ1500個受け取ることができますので、プレゼントボックスからトップページに戻りましょう。はい、それではですね、プレゼントを受け取りましたら、次にこちらですね、特待生スカウトのボタンを押していきましょう。はい、1日1回無料というふうに書いてあるとこですね。さあ、ここに行くとですね、10連スカウトが同じようにできるんですけど、先ほどですね、無償のこのダイヤとしてですね、1500ダイヤいただいておりますので、この10連スカウトを行うことができます。はい、この無償分から1500個消費してスカウトすることができますので、こちらで2回目の10連ガチャを引くことができますので、行きましょう。さあ、とりあえず引いてみます。こんな感じですね。お、これまた金の入部届を引きましたので、 SR の選手は1人いるかなといったところですね。さあ、樽本選手とかこんな感じで出てきますね。さあ、一度取った選手は特にこのような感じで紹介されないんですけど、2度目のマネージャーですね。マネージャー結構やっぱね、いっぱいいるといいんじゃないかなと今のところは考えてるので嬉しいですね。さあ、そしてなんといいですね、またマネージャーの SR、 これもねなかなかいいですね。はい、こんな感じで2回目の、10連ガチャ引くことができます。はい、これでね、今回ですね、僕残念ながら SPR とか引くことはできませんでしたので、もう一回リセットしたいなとなるかなと思います。そしたらですね、最初に戻っていただいて、またですね、この右上側のこの3本線ですね、こちらを押していただいて、まずはタイトルに戻りましょう。タイトルに戻って、でここからはですね、同じ手順を踏んでいきましょう。はい、ここのね、また右上の3本線のところをクリックして、ユーザーデータをリセット。そこからまたですね、この動画と同じ手順をどんどん積んでいくことで、最初はですね、お目当ての選手が出るまでリセットすることができます。はい、ということでね、こんな感じで今回栄冠ナインのリセマラの動画を投稿させていただきました。普段ですね、結構スイッチ版プレステ4版のパワープロ2022の栄冠ナインの実況もやらせていただいてますし、今後ですね、栄冠ナインクロスロードの実況動画だったり、あとは生放送だったり、どんどんやっていこうと思っておりますので、よければですね、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。さよなら。